こんにちは、大谷陽子です。久しぶりにですね、 YouTube の動画を家で撮っております。息子が近くを歩き回っているんですが、最近ですね、質問コーナー、しばらくお答えしていなかったんですが、ポツポツ質問をいただいております。ですので、その質問コーナーについてお答えをしていきたいと思います。あくまでも私自身がですね、自転車を始めてもう10年近くなります。いろいろな経験をそれなりにしてきたので、自転車乗りの先輩としてっていうんですかね、同じチームに自転車長くやってる人がいたら聞いたらこんな答えがもらえるんじゃないかなっていう感じの回答をしていきたいと思いますので、参考までに聞いていただければと思います。では行きたいと思います。40代後半からロードバイクを始めた女性です。大谷さんの動画が分かりやすく参考にさせていただいています。ありがとうございます。年齢的にも反射神経が鈍くなっているので、安全には自分のためにも誰かを怪我させないためにも気をつけたいと思っているのですが、バックミラー必要だとお考えでしょうか。実はエンドにつけるタイプのものをつけたのですが、頭の位置を動かさないと見えないためかえって危険かなと思いました。大谷さんはつけていらっしゃいますか。よろしくお願いします、ということです。ありがとうございます。私はですね、バックミラーは、つけていません。あのバックミラーってドロップハンドルの端っこの部分に、ミラーですね、車のサイドミラーのようなちっちゃいミラーをつけておいて、でそのミラーに、後ろの車の様子とか車が来てるなっていうのを確認しながら走るっていう、こう差し込めるものがあるんですけれども、つけてらっしゃる方もたまに見受けられますね。自転車屋さんとかでも売っているところがあると思います。私自身なんですけれども、バックミラーは使わないのは、質問された方も書いてくださっているんですけれども、頭の位置をこう動かしてちょっと見なければいけなかったり、うまく使えない時に、逆に危ないんじゃないかなという思いがあります。あくまでもこう後ろの様子を見るものなので、ご自身の体を少し握ってチラッと見れたりとか、普段から、交通状況を少し様子を見ながら走っていれば、バックミラーは特別必要なものじゃないかなとは思っています。ただやっぱり耳の聞こえ方だったりとか、ご自身が必要だなと思う方はつけていただいてももちろんいいと思うんですけれども、基本的には私はなしで、直接確認で、行きたいなと思っています。自分がヨガインストラクターだから一応お話をすると、結構こう体をちらっと後ろに動かすっていうことが苦手な方もいらっしゃいます。特に首肩周りですね、結構緊張してガチッと張ってらっしゃる方は結構向きづらい、苦手だという方もいるので、あくまでそういう場合でしたら少し肩の力を抜いていただいて、こう首の動きが良くなるような状態でチラッと見る練習というのもしていただけるといいのではないかと思います。参考にしていただければ幸いです。このような感じで、サクッとですね、自分自身の経験に基づいて、お返事ができればいいなと思っております。こんな感じの回答でよければ、また質問箱を受け付けていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、概要欄の方に貼ってあります質問箱の方に質問いただければというふうに思います。期間はかかるかもしれないですが、お返事をしていきたいと思います。参考になったりとか、よかったなと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。バイバイ。